中学になったら沢村忠さんが出てきたわけですよ。キックボクシングってポスターが貼ってあったんですよ。それでなんか TBS かなって見たんですよ。もう虜ですね。ボクシングに蹴りがある。それですぐブームになって毎週見ててね、箸も止まるんですよ。食事中だったんだ。神秘的だったんですよね、ボクシングよりも。それで中学の時にトランクス欲しいなと思って目黒ジムが道玄坂降りたところにあったんですよ。五木ひろしさんがあの昔所属してた目黒野口ジムっていうのがあって、そこに行ったらガラス張りなんですよ。それで練習生が先輩にしごかれてたんです。で僕それガラスこう通して見てたんですね、中学生の僕。そしたらそのしごかれてる練習生が見るんじゃねえよってこうって、何俺も友達の方見てんだよって見てすくんで帰ってきちゃう。買えなかったんですよ、トランクス。